次のセッションでこのイベント、ザ・エンジニアカフェ1周年記念イベント最後のセッションとなります。5日間、最後を締めくくるにふさわしいですね、ゲスト3名の方に登壇いただいておりますので、盛り上がっていきたいと思います。はい、で当セッションはですね、エンジニアカフェと高橋さんがされている、同じくされているスタートアップカフェのですね、共同企画になります。で、スタートアップカフェの Facebook イベント、ライブですね、でも、流させていただいておりますので、あ、Facebook ライブがちょっとトラブっておりますということですね。はい、じゃあその間を、つないだらいい感じですかね。はい、でエンジニアとの向き合い方、付き合い方ということで、お話しいただくことになっていますと。でこの企画はですね、スタートアップカフェに問い合わせの多いですね、エンジニアさんをどうこう、見つけたらいいのかとか、一緒に仲間にどうなったなれるのかとかっていうことが、問い合わせなど多いということを受けまして、では、まずですね、そのエンジニアさん、そういった、問い合わせに対するなんかこう答えではないですけども、なんか一歩、進めれるようなことになればいいかなと思って、組ませていただいておりますと。まだかな。今配信。あ、はい。今、Facebook ライブ配信されたということで、Facebook ライブ、ご覧の皆様、はじめまして。ということで、Facebook ライブ、ご覧の皆様、エンジニアカフェのですね、運営責任者を務めてます、村上と申します。今ちょっとですねトラブルがあって、接続が遅れてしまったのでもう一度説明させてもらいますと、この企画はですねエンジニアカフェとスタートアップカフェとの共同企画になっております。で、もう2回目やってるからですね、みんな橋本さんも飽きちゃってきてる、ちょっと待ってください。なっておりまして、スタカフェに問い合わせの多いですねエンジニアさんとの出会いだったり、エンジニアさんとの仲間作りだったりとかっていうところの、についてなんかこうエンジニアさんを知ってもらって、エンジニアという職種職業を知ってもらって、少しでも、なんかプラスに進めてもらえたらなということで組ませていただいております。はい、ではちょっとですね、一部の人がもう飽き始めてるので早速いきたいと思います。はい、当セッションのタイトルはですね、エンジニアとの向き合い方、付き合い方になります。まずはですね、登壇者3名の、自己紹介をそれぞれ、行っていただきたいと思いますので、まずは、株式会社ヌーラボさんから、橋本さん、お願いします。株式会社ヌーラボの橋本正典と申します、代表取締役をやっています。うちの会社は、プロジェクト管理ツールのバックログとか、ブラウザ上で図を書ける書く、チャットツールのタイプトークなどなどを展開しております。今、エンジニアだけで言うと、70から80人くらいの組織になってるんじゃないかなと推測されます。推測？図を書ける書く、チャットツールのタイプトークなどなどを展開しております。でも、それだけ増えてるってことですね。今、エンジニアだけで言うと、そんな感じの70から80人くらいの組織になって、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では続いて株式会社オルターブースからさんから、小島さんになります。はい、オルターブースの小島です。よろしくお願いします。この写真は1年ぐらい前の写真で、まだ髪の毛がまだ髪の毛がふさふさしてた頃です、ね。まあ今もしてると思うんですけど、その会社はまあ、知ってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、主にクラウドっていう、技術プラットフォームの上で、
いろいろサービスを展開していて、でメインはやっぱりクラウド化する、古いシステムをクラウド化するという時に使える、レポートツール、アセスメントね、アセスメントツールの提供なんかをしています。でエンジニアっていうか弊社はほぼエンジニアでまだまだ小さい会社ですから、ほぼ全員エンジニアと言えるんですけど、まあ、デザイナーであってバックオフィス入れると大体13名の社員でずっと動いてます。なんで小さくてもまあスタートアップとしてこのクラウドっていうものを使ってですね提供している会社でございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。では、登壇者、最後、3人目になります。ではですね、キッズコードクラブ、代表の石川さんに登壇いただきます。石川さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。キッズコードクラブの石川舞子と申します。いつもですね、イベントに参加してお二人の橋本さんと小島さんの話を聞く側なので、ちょっとめちゃくちゃ緊張してるんですけど、はい、なんかちょっときちんと喋れたらいいなって思ってます。うん、で、はい、ちょっと私のバックグラウンドを先に少しお話ししたいなと思うんですけど、私はエンジニアではなくて、IT 業界の出身でもないんですよね。で昔通信販売のコールセンターとかで働いてた人間なんですけど、うん、IT 業界で起業したいっていう思いがあって、ウェブ制作のことを独学して13年前に起業をしました。でその時に500万ぐらい資金調達というかお金を借りたんですけど、借りても100% 外注で、ウェブサービスは求人サービス SNS っぽい求人サービスを立ち上げたんですけど、全然うまくいかなくて、でもうなんとか生きていかなきゃっていうので、ウェブサイトの制作会社にピボットしたんですよね。それからもずっとウェブ制作っていうのをやってきたんですけど、2016年4年前ぐらいに子どもの貧困問題っていうのを知って、生まれた場所で人生が決まってしまってすごい理不尽だなと思って、子どもが笑顔でいられるためにはどうしたらいいかなっていうので、キッズコードクラブっていうそのクラブを立ち上げました。で、今はそうですね、世界中のその子どもたちにテクノロジーを楽しく自由に学べる機会っていうのを届けて笑顔にするっていうのが今の私の夢です。はい、そのいいです。はい。で、今こんな感じで今映ってるんですけど、今まで1600名ぐらいの親子にこういうプログラミング体験教室みたいなのを、やってます。でエンジニアを中心としたプロボのですねボランティアのスタッフの方が約300名ぐらい延べで関わってるんですけど、イベントだけだと機会提供の範囲っていうのがどうしても狭いので、次のスライドいいですか。はい、アプリ開発っていうのを今始めていて、で開発メンバーとしてまず今1人目のエンジニアがチームにいるっていう状態ですね。今4人チームになってます。はい、でエンジニアとの関わりっていうのはまあ多いんですけど、雇用っていうよりかはまずその共感してくれた人に協力してもらうっていう経験が多いので、そういう立ち上げフェーズのも目線でですね今日はお話しさせていただくことが多いかなと思います。以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。全然緊張なされなくて大丈夫ですので見てくださいお二人を全然安心しました。はい、では、今ご紹介させていただいたご紹介いただいた3名で、当セッションを進めさせていただきたいと思います。で当セッションの進め方なんですけども、昨日までもですね、私がモデレートさせてもらったセッションでは、使わせてもらっています、9つの、キーワードですね、マスを使った、ディスカッションの方法というのをですね、同じこのセッションでもですね、同じくさせてもらえればなと思っています。はい。で、ではですね、早速、なんていうんですかね、行きたいと思うんですけども、多分ですね、今回、聞いていただいている、視聴者の
皆さんの中にはですね、エンジニアじゃない起業家の方のも結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、おそらく、ヨラボの橋本さん、オルターブースの小島さんは、もともとエンジニアからの起業家であるというところと、キッズコードの石川さんは、まあ、IT には関われてたと思うんですけども、エンジニアではなかったというところで、その違いで、その視点でお話もしていただけるんじゃないかなと思うんですけども、その大きくその起業家とエンジニアの関係って中央に置いているキーワードからすると、まあ、エンジニアからの起業と、エンジニアじゃない方からの起業っていくと、この起業の仕方であったりとか、エンジニアさんとの関係とかっていうのは、おそらく大きく違うんじゃないかなと思うんですけども、そのあたりって実際に、まあ、エンジニアから起業して立ち上げられたときのなんかこう、すんなりこう、まあ、サービスとか、仕事とかチーム作りとか進められていったんじゃないかなと思うんですけども、実際にそのあたりでそうじゃないんだよ、苦労してるんだよとかってあったりしたら、お話しいただければなと思うんですけども、まずそうですね、肩慣らしで橋本さんからお願いします。立ち上げの時の話ですね。エンジニアとして立ち上げの時の採用はそんなに苦労しなかったですね。そこら辺はやっぱり自身がエンジニアだったからっていうところが、僕自身がエンジニアだったことと、はい、これだけじゃやっぱ足りないと思うんですけど、はい、僕自体がそのエンジニアでやって、で、エンジニアが集まるような、プログラマーが集まるようなコミュニティとかをやってたりだとか、オープンソースの活動とかをやっていたので、はいはい。まあ、起業する前からエンジニアの人たちとオープンソースっていう場で一緒にものづくりとかをしていたので、はい。特に、まあ、ネットワークや交流があった、からの、まあ、チーム作りっていうのができていたっていう。はい。なので、そんなに困ったことはなかったですね。むしろその人たちと一緒に働きたかったから起業した節もありますし。ああ、なるほどですね。なるほど。先に、会社よりも先にチームがあったっていう感じなのかな。ああ、なるほどですね、はい。創業当時は3名からでしたよね。そうですね、3名。で、まあ、すぐに5名、7名、8名。なっていきました、なるほどですね。それ7名8名1年ぐらい、半年ぐらい、半年ぐらい、結構ハイスピードというか、ね、そうですね、最初は早かったですね、ありがとうございます。はい、続いて小島さんは立ち上げ投資とか、はい、もともと僕一人でやってたんですよ、はい、フリーで、まあ、大きいプロジェクトになっちゃうと僕一人でできないじゃないですか。なので、でね、じゃあもう会社にすっかって言って、二人で立ち上げたんですよね、はい、うちは。はいはいはい。まあ僕と、前頭します、藤崎の二人でこう立ち上げたんですけど、はい、はい。最初はその二人でできる仕事しかやってなかったんです。だから、その範囲内で。結局、橋本さんとかも一緒で、僕らもエンジニアだから、受託がすぐできちゃうじゃないですか。はいはい。だから、取り立てなんかリスクがないんですよ。起業することって。なるほど。うちなんか資本金10万でしたもんね。ああ、なるほど。僕も近いから。って受託してるんで、毎月お金入ってくるじゃないですか。はいはい。だから、資本金あんま関係ないんですよね。別に削ることでもないし。だから、10万円でやって、はい、なんですけど、やっぱりエンジニアって増やさなくちゃいけないタイミングがあって、やっぱ半年でガッて増やそうと思った時があったんですよ。はい、半年で。そうですね。いや、当時その時のプロジェクト、はい、結構大きいプロジェクトで、関わった時も、はい、7、8人関わってくれて動いていたんですよね。はいはい。だから、7、8人社員した方が
当然コストも下がるし、うん、ライブでチームとして動けるんですけど、なんかね、当時スタートアップっていうこともよく僕は分かってないところもあったんですけど、なんとなく僕の考え方に完全に共感してくれないとちょっと一緒に働けないなっていうのをずっと思ってて、はいはい、あの社員としては雇わなかったんですよ。あ、なるほどですね。お手伝いしてくれてる人たちみたいな感じでした。はいはい、外注というか、そういう。そう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 。なるほど。うん、で少しずつ仕事をしながらだんだんとこう、うん、関係性が出来上がってきて、じゃあうちに社員になってもらえますかみたいな、かなりこう、うん、なんていうか、ゆっくり、ペースはすごいゆっくりです。やっと、うん、なんで今でも社員13人しかいないし、大体この13人ぐらいでずっと来てるんですよ。爆発的に社員を伸ばそうと思うこともないし、うん、今のままでも最大。でもサービスとかはいろいろ出されてますよね。あ、そうそう、だから、うん、最小チーム、最小ユニットでどこまで頑張れるかっていうのが僕らの挑戦かもしれないです。なるほど、なるほど、なるほど。な感じですね、はい、今のところはじゃあ今の人数でもまだいけるかなっていう、うん、でも1人募集してます。ああそうなんですね。え、1人募集してます。1人だけ若干狭き門はい、ありがとうございます。市川さんは次、お話しいただければなと思います。市川さんは、まあ、エンジニアじゃない中で、まあ、最初かなりこう苦労された後、まあ、僕も石川さんと出会ったのはその FGN が、できた時だったかなと、できてちょっと経ってからかなと思って、うん、まあ、その当時3年ぐらい前ですかねぐらいはかなりこう、まあ、やりたいこと、今先ほど挙げられたその、ミッション、とかを掲げられてもうすでにいたかと思うんですけども、結構そのサービスを作るのにどうしようかっていう悩まれてた記憶がなんかこう強く印象に残ってるんですけど、うん、当時のことでいうとどういう状況だったのかっていうのをちょっとお話しいただければなと思うんですけど、はい、そうですね、4年前2016年ぐらいに活動を始めて、まあ、しばらくそのイベントみたいなのをずっとやってたんですよね。で最初は私ともう一人と二人で始めて、でそこにイベントを手伝ってくれる方が一人仲間で増えて、でその三人の役割的には、まあ、私と営業とその本職で営業をやっているものと、あともう一人はデザイナーだったんですよ。はいはい、でまあ、エンジニアがいないわけですよね。で私は一応そのウェブ制作ぐらいの、その知識はあるはあるんですけど、そのアプリ開発とかまではできない、うん、なかなか難しいっていう状況下で、うん、でまあでもイベントだけずっとやっててもやっぱ広がらないから、まあ、アプリ的なそのサービスっていうのをやっていかないといけないよねっていうのをずっと話す中で、うん、でも作れる人いないよねってなってて、うん、でまあまあ、私が多少はできるから私がスキルアップすればいいんじゃないかってまず思ったんですよね。はい、それでオンライン の, プログラミングスクールがその頃こうポコポコ出てきだした時だったので、はいはい、確か 20万ぐらいかけて、はい、PHP だったら、そうですね、受講料20万ぐらいかけて、PHP だったらなんか多少は分かるのでと思ってララベルっていう言語を、うん、勉強して、オンラインで勉強して、うんうんうん、それが、2017年だったんですけど、そっから最初のエンジニアに入ってもらえるまで1年半かかったんですよ。それまでもずっと入ってもらえないっていうよりかは自分がこうはっきりとこれを作るからチームに入ってほしいっていうのが言えない状態がずっと続いてたんですよね。なるほど、なるほど。これ作りたいんだけど人がいないとかじゃなくて、はい、責任を持ってこれをどうしても作りたいので一緒に走ってくださいっていう人、うん、言えない、それがなかなか、うん、なるほど、うん、だからそれを言うために、はい、もう自分で作らんといかんなって思ったんです。なるほどですね、はい、なるほど。
っていう、まあ、そこからまあそうですね、あの、うん、自分で作ったから出会うことができたっていう、まあ、ストーリーがあるんですけど、はいはいはい、ありがとうございます、はい、そのあたりまたちょっと、ね、あの、はい、詳しくお聞きしたいなと思うんですけども、まあ、今、まあ、最初のお二人はもともとエンジニアであったこともあって、まあ、結構、一緒にやる仲間っていうのは比較的見つけやすかったっていうのに対して、やはりこうエンジニアじゃない、起業家であった、石川さんはかなり苦労したということなんですけども、まあ、実際の今ですね、まあ、起業当初ではなくて、数年前もしくは今の、まあ、採用というかの激化、まあ、採用の現実、ここにもキーワードを挙げさせてもらったんですけども、かなりやはりいろんな方から、まあ、すでに人数を抱えている企業さんからも採用されしな、できないことはないけども、やはりかなりいろいろとこう努力されているとはお聞きしているんですけども、とそのあたり今人数をどんどん増やされている、橋本さんのから、まあ、現状どれだけかなり採用っていうのがですね、いろいろこう取り組んでいっているのか、行かなきゃいけないのかっていうところをとお話しいただいて、まあ、視聴者の皆さんに、まあ、それだけその社会的には難しくはなってるっていうことを、少し知ってもらえたらなと、別にこう脅すわけじゃないですけど、まず現実として知ってもらった方が次の話題に入りやすいかなと思ってですね、はい、この9マスで言うと採用の現実かっこ激化みたいなところですかね。あ、そうですね、そうですね、はい、うん、なるほど。採用今あれですね、エンジニアだけでいくとそのまず平均給与がめっちゃ上がってってるんじゃないですか。だから、うん、まあ、単純にコストかかるようになって、まあ、コストって言っちゃうのもあれですけど、エンジニアに対する投資額っていうのは上がってきてますよね、一人に対する。そうですね、昔は僕の頃とか280とか340とかなんかそれくらいが僕の頃っていうのは15年前ね、年額ですよね安かったと思うんだよね。今エンジニア平均給与って500万ですよ、うん、でさっきの西川さんの話でいくと500万ちょっと借りてきて、っていう話は一人1年間採用する分しか借りれてないっていう感じですよね。かなり厳しい。かなり厳しいですよ。ですよね。で、一方で、その、なんですか、スタートアップとかへの投資も結構盛んになってきているから、はい、腹をくくって投資、腹をくくって、出資金集めて、うん、例えば3000万調達できたらやっと、うん、要は2人3人くらいで、はい、1年2年ぐらいチャレンジで、はい、土壌が出来上がるっていう感じで、うん、もう鼻から資金調達しないともう無理みたいなのが、うん、まあ、今のスタートアップにおけるエンジニアの、うん、採用の難しさなのかな。鼻からお金がないと難しい、うんうん、もしくは僕とか小島さんところみたいに自宅案件をコツコツやりながら、うん、その横でっていうのもあるかもしれんけど、はい、ちょっとなかなかね、難しいんじゃないかなとは思いますね、うん、それだけまずはお金っていう面で採用っていうのは、うん、15年ぐらい前に比べると難しくなってる。まあ確かにお金、そうですよね、雇用、まあ、投資額っていうのはかなり大きくなってきているのかなとも、はい、うん、いうこともあります。最近だと福利厚生がついてくるでしょ、うん、そうですね。で、他の企業さんも当然同じ金額、同じ金額以上、同じもの以上の福利厚生でやってくるから、やってくるでしょ。今度はお金、うん、やりがい的なところも、はい、その要はどれだけその、うん、共通の目的に対してコミットできるかっていうところが多分やりがいだとすれば、
はい、それに関してはもう大も小も中も関係なく、うんうんうん、やりがいが持てるかどうかみたいな、うんうんうん、最近だとなんかやりがい搾取なんて言葉もできてそうなんですね、僕それ知らなかったです。やりがいだけは大体も文句言われるみたいなだろうし、なるほど、相当難しくなってるんじゃないかなと思いますね。うん、ありがとうございます、はい、そうなんですよね。で今お話しいただいたように、まあ、お金っていうこと、まあ、現金な話ですけども、お金っていうところも確かに大きくなってるんですけども、またそのやりがいですね、まあ、エンジニアとの、まあ、ここに挙げさせてもらってる向き合い方とか付き合い方、コミュニケーションっていうのもかなり大きなウェイトを占めてきているんじゃないかなと思っていて挙げさせてもらってるんですけども、そのあたりって今度は小島さん、なんかこう社内というかエンジニアさんに対、まあご自身もエンジニアであることもあると思うんですけども、うん、なんかこう気にかけているとか、なんかいや気にかけてるとこじゃないですよね気にかけてるところじゃなくて、僕のほぼ全ての思考がそっちですよ、うん、なるほどなるほどだから、はい、エンジニアだからとか、あんまりね、エンジニアだからってあんま関係ないかもしれないですけど、人との付き合い方ってすごく僕やっぱ難しいって思っちゃう人なんですよ。うんうんうん、エンジニアだろうが何だろうが。で、その中でも、うん、エンジニアっていうのは、まあ、職人ですから、はい、すごくプライドも高いし、うん、彼らがいなきゃ、あとは何も動かないっていうのもあるじゃないですか。うんうん、はい、やっぱり彼らの内面的動機づけっていうんですかね、はい、ところっていうのを常にこうなんですかね、提供してあげないと、うん、はい、必ずどっかでこじれちゃうんですよね。で、うん、じゃあそれがきれいにできるかといったらそんなわけなくてそうこじれながら置いていくんだと思うんですよ、うん、で弊社の場合はやっぱりどうしてもそういうのあるんです。どこの組織だってそういうの絶対あってないなっていうところ、はい、存在しないと思って、人間単位同士ですからね、うん、はい、その中でもうちの会社でいうとやっぱりそういう部分ですね、人と人とのコミュニケーションとか、はいはい、うん、っていう部分は一番最重要視しています、うんうん、だから例えばチャットとか、まあ、リモートになってるんでほとんどですね、はい、コミュニケーションがだいテキストに変わってくるんですよね、チャット、うんうんうん、ですよね。まあ、こういったオンラインのミーティングもありますけど、基本的にはチャットですよ。そうすると、はい、そのテキストの情報ってすごく一方的じゃないですか。そうですね。だからコミュニケーションミスというかロスが生まれやすいんですよね。うん、そこの穴埋めっていうのを必死にやってる感じです。なるほど、なるほど。そうそうそう。まあ、それがオンライン、まあ、こういったウェブ会議であったりとかっていうことだったりもする。そうだし、結局のところ、人と人なんで、はい、テキストの裏にある感情みたいなのを正しくこう、うん、読み解いてない。そうそう、うん。いや、見せないといけない。正しく見せるっていうのがすごい大事だと思うんですよ。感情を正しく見せる。はいはい、正しく見せられないと、こじれ、うん。エンジニアっていうのは、その正しく見せるっていう部分がすげえ苦手なんですよ。うんうんうん、そこの部分の、うん、改善っていうのを常にやってる感じです、うんうんうん。その言い方は違うよねっていう指摘ももちろんするし、うん、あの、はい、こういう、その息抜きのためにこういうことをやろうっていうのもやるし、独り言を書くための場も作るし、はいはいはい、もちろんワンオンマンも やるし、うんうん、あらゆる面で、はい、自分のフォローをする。うんうんうん、のが僕はもう最近の経営のあり方かなとお金とかさ、その財務とか会計とかあるけど、はい、そっちの方が中心ですね最近は。なるほどですね。まあ、もともとエンジニアである、小島さんであってもやはり関係づくりっていうのはかなり気を使われているっていうことは今のでなんか伝わってできたんですけども、まあ、今言ってたコミュニケーションっていうところで、1年前にイベント、エンジニアカフェとしてのイベントで、あれ、橋本さんか小島さんかに紹介してもらった、表があって、
そうですね。はい。技術者の表現と技術者の意図で、その非技術者ですね、技術者じゃない方の解釈っていうのが、まあこれだけ、まあこれあのツイートからこう引っ張らせてもらってるんですけど、あのツイートした人もですね、これはちょっと煽りがあったかもしれないということで、ちょっと抑え気味のやつも出されてるんですけども、あえて今回こっちの方を使ってるんですけども、まあなかなか結構違うですよね。これは面倒ですね、この方法は手間がかかる、面倒くさがってるやる気がませんみたいなとか、まあなんかこの表はすごい、あのこれ去年ですね、去年なんかバズってたやつだと思うんですけど、うん、まあすごい、なんかこれなんかちょっと、はい、まあ今思うと、はい、この吉さんの解釈っていうのはちょっと行き過ぎてんじゃないかなと思ってます。そうそう、実際こういうふうに思ってたあんまりないんじゃないかな。いるんですかね。どうなんですか。いや、あのツイートした人もあの煽りっぽかったんでって言って、あの抑えてるやつは出されてました。はい、でも今回ちょっとあえてあの極端に分かりやすいというか、感じで出せる。まあこういうのでかなり20万いいねとか、やっぱりこう共感する方も多かったのを、が、まあ、実際あったりもしますよね、うん、こういうのはもうな、ここはもうデフォルメされてるものなんだろうけども、こういう形にするのはね、やっぱり、はい、デフォルメしとかないと、リツイートもいいのもいっぱいもらえないんで、はい、デフォルメするべきなんだけど、はいはいはい、ソーシャルネットワークでは。はい、そうですね。ね、デフォルメしてなくても、してないバージョンにこれを作っても、はい、そういうことは往々にして結構ある話。うんうん、で、さっき小島さんちょっと触れたけど、その、はい、別にこれエンジニアだけの話じゃなくて、はいはい。まあ、デザイナーさんとか、まあ、会計の人の表現、はい、会計の人の意図、はい、非会計の人の解釈みたいなこともあるわけで、はい、まあ、なんか、まあ、立場によってこう見え方聞こえ方っていうのは絶対違ってくるので、はい、まあ、そこら辺はどの方、うん、どの職種の方にしても一緒、ね、まあ一緒っていうところではあるってことですよね。はい、はい、言葉ってやつがありますよね、これね。うん、そうですね、そうですね。まあこれって今ふと思ったんですけども、こういうのって日本人できないですか。要は行間読みとか言わず、要は忖度しろみたいな。海外、要はあの橋本さん海外の拠点持たれて、これは人間だったら誰でもあるんじゃない？ああ、やっぱそうなんですね。うん。うん、じゃあ別に日本人だけがこうなってる。だけがっていうやつじゃないとは思います。ないですね。うん。なるほど。はい。日本人だとさらに細かいこと指摘されるねみたいな。適当にされるねみたいなところはあるかもしれない。はい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 。ジェニオン派ですね。はい。ありがとうございます。とでは、そうですね。今、まああのお二方から付き合い方の向き合い方であったり気をつけられていること、まあエンジニアに対してだけじゃないっていうのは、あれ。うん、当然ありますけども、うん、まだ石川さんが、今度は、エンジニアじゃない石川さんが、じゃあエンジニアさん、一人目のエンジニアさんと出会った経緯と、じゃあ今その方とどのように向き合って、コミュニケーションを取ったりされているのかっていうのをちょっとお話しいただければなと思うんですけども、よろしいですかね。はい、あ、はい、はい、そうですね、なんか、見てたら恥ずかしいなっていうのがあるんですけど、彼が。まあ見てるでしょうね、きっと。そうですかね。そうですね。最初の一人目が入ったのが、そのあエンジニア入れなきゃってなってから、まあ、さっきも言ったんですけど、1年半ぐらいかかってるんですよね。はい、で最初はその私たちがイベントをやってたので、そこにエンジニアのボランティアの方たくさん参加していただいてたんですよ。なので、そのエンジニアの方にはその会う機会というのがすごく多かったんですけど、まあ、特にこちらからその、エンジニア探してるんですみたいな話をすることは特になかったんですよね。その開発メンバーとしてはなかったんですけど、まあ、そこまではちょっとなんか言う勇気が出なくて、でただその、はい、自分がその作りたいものって
ていうのも、なんかその責任持ってこれを作りたいって言えるものもまだ確定できてなかったっていうのもあって、まずそこを固めようという話をさっきしたんですけど、はい、それがそのプロダクト、イベントの中で使うプロダクトを作ったんですよね。その、はい、子供同士で、私その子供専用の通貨が作りたくて、うん、当時ですね。で今も作りたいんですけど、はい、当時はもうそれを作ろうと思ってやってたんですけど、はい、で最初そのなんか通帳みたいな紙でまず作って、アプリが作れないから、なるほど、紙で作って、はい、そうですね。でなんか地域通貨みたいな、台帳って言われるやつなんですけど、でそれをイベントで使って、子供とスタッフでコインをやり取りするっていうのをやってたんですよ。はいはい。でそれをララベル昔勉強したからと思って、それをもう一回勉強し直して、今度はシステム化して、うん、でまた次のイベントで使ったんですよね。はい。でそれを彼はどっちも見てて、なるほどなるほど、はい。でまあ私の作ったのが多分あまりにもひどい出来だったかちょっとわからないですけど、なんか、はい、もしやれることあったら手伝いますよって言ってくれて、声かけてくれたって。そうです、向こうから、はい、私からではなくて、でその時はいやいやみたいな、なんかあお願いしますと言ったけど、なんかとはいえみたいなところがあって、はい、なかなか本気ではこう誘えなかったんですけど、うん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 、で、まあ、そして、まあ、それから、あでもやっぱり手伝ってもらわんとちょっともうこれ以上進まんっていう状況になったから、うんうん、もう本気でじゃあちょっとこれやっていこうってなって、まあ、ミーティングをして、うん、はい、でその時はミーティングしてて、はい、これどうやってこれビジネスにしてったらいいですかねっていうか、どうやって開発進めてったらいいですかねみたいな相談から始まったんですけど、うんうん、なるほど。私がその作るみたいなイメージで、はい、ああ私が作れる、私たちのこのチームでやれる範囲でどうやって進めてったらいいですかねみたいな相談をする中で、ああ、はい、そしたら最初のその形になるところまでは、うん、僕が手伝いますよって言ってくれたんですよね。それが最初の出会いになりますね。でやっぱその何がきっかけだったのかなっていうのを後々聞いたら、やっぱその何だろう、その言葉ちょっと違うかもしれないんですけど、その何がしたいかが分かったからって言われたんですけど、なるほど、私がしたいことを、はいはいはい、どういうプロダクトを作りたいかっていうのが、で多分その言葉だけで言ってでも多分伝わらなかったし、なるほど、自分がその下手くそだけどとりあえず動くものとか、はい、とりあえずそれを試せるものっていうのを見て、うん、なんか多分伝わったんじゃないかなっていう、なるほどですね、うん、そうですね。でそれで、まあ、チームになってくれて、今はまあ、ボードメンバー的なところまで、はい、変わってくれてるっていう感じですね。なるほど、はい。まあ、先ほどちょっと言われてたテキストだけじゃ伝わらないとかっていう、言葉だけじゃ伝わらないっていうのは、もう実際にその組めないまでも一生懸命こうこのような形で見せたっていうところが伝わったっていうとこ、あと本気度も伝わったっていう、うん、なんか橋本さん言いかけませんでした、ね、めちゃめちゃいい話で、もういいモデルケースじゃないですか。うん、僕もはい、そうお聞きしてたので、今日このスタカフェさんとのコラボ企画、はい、共同企画でぜひ登壇いただけないですかってメッセージを送って、めっちゃ今忙しいってみたいなんですけども、無理って言わせていただいたら、非常にありがたいなって、うん、はん、そうですね。この話というか、この、まあ、流れっていうのはその、うん、まあ、私も私だけのものにしておきたくなくて、なんか同じように多分困ってる人たくさんいると思うんですよ。そのエンジニアの方に、はい、はい、まあ、入ってもらいたいけど、まあ、十分なお金もないしっていう人たくさんいると思うんですけど、はい、なんか多分そのまあ、かといってなんかビジョンだけ語るっていうのも、なんか言葉巧みになんか入れるっていうのも、なんか私はちょっと違うかなって正直思ってて、やっぱり何かしらその自分の手で作る企画書でも私はいいとは思うんですよ、本当に。とにかく分かるもの、伝わることが大事なので、何が作りたいか、何がしたいか、あとどんな世界を作りたいか、そこはすごいもう必死でやるべきなんじゃないかなって思うし、
すごく、まあ、その1人目の方にはもう今でもめちゃめちゃ感謝してるし、そのじゃ僕やりますよって言った時、私めちゃめちゃ泣いたんですよ、わーってやっと見つかったみたいないや、まあ、それほど苦労されてたってことです、はい、めちゃめちゃ苦労してました。でも、まあ、裏を返せば私はその1年半の間きっと真剣にそれをなんか最初の方はきっとやってなかったんだろうなと思って、言葉だけでこう誘おうとしてたんじゃないかなっていう反省点もありつつ、その後動けたのは良かったなって思いますね、はい、それから、今の出会いのお話があって、今はその実際にそのエンジニアの方 と、コミュニケーションとかっていうのは、まあ、こういろいろ模索しながらこうされて いるのか、それともなんかそこの最初の気持ちがつながった時点で、そんなに苦労せずに、今こうコミュニケーション取りながら進めてられるのかとか、そのあたりってどんな感じなんですかね。やっぱりそれからもう時間も経っているし、経っているけれども、そのうちはその団体としてきちんとそのマネタイズして安定した、あの収入、その雇用であったりとかっていうところまで、まあ、どうしても今できていないっていう状況なんですよね。まだその、協力していただいているっていうような、その域を超えれてないっていうので、すごくその辺難しい面があって、そうですね。だから従業員と雇用主っていうような立場でのコミュニケーションっていうのはまだまず取っていないですし、すごくこの話はすごく難しい話ですね、秘蔵の、はい、なんですが、まあ、とにかく私としてはもう、そうですね、やっていけるように頑張るしかないし、そこにどこまでついてきてくれるかな、ついてきてほしいな、頑張りたいなって思ってるっていう感じですね。っていうところですね。はい。まあ、でも、はい、まあ、純粋にもう先ほどからお話あるように、お金っていうのはやっぱり必要なので、人を雇う上でですね、一緒に仕事をやっていく上で、はい、そこはもう現実的に厳しい話になりますよね、なるほどですね、まあ、ちょっとお金の話はあるんですけども、まず一人目が見つかったっていうのは、まあ、そういった、熱意と経緯とがあったってですね、まあ、橋本さんが言われてたようにすごいいいモデルケースかなって僕も思っていて、どうですかね、橋本さん、その、まあ、前から橋本さんも言われていて、もう探すより作った方、はい、まず作った方がいい、特に若い学生さんとかはっていう話で、最終的に必要なのってやっぱ情熱だとは思うんですよね。はい。で、情熱って何で表せるかというと、ね、石川さんのやってる通りだと思うんですよ。伝える努力だとは思うんですよね。で、伝える努力の仕方の一つにプログラミングをするっていうのもあるし、はい、まあ、他に強みがデザインにやるんだったらデザインするでもいいし、なるほど、とにかく伝える努力っていうのが一番大事なところというので、なんかそこをちゃんとやられたのはすごいね。僕も忘れることがある要素です、それは。いや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 、なるほどですね。小島さん、はい、小島さんは石川さんのお話って前から知られてたんでしたっけ、このエンジニアさん。いや、初めて聞きましたよ。あ、そうなんですね。うん、このあたりって、その、まあ、今、難しい中での一つ、ちょっとモデルケースかなって、今話してたんですけど。いや、そう思いますよ。僕、まあ、橋本さんもそうですけど、ジーズアカデミーのメンターやってるじゃないですか。はいはいはい。で、あの子たちも、やっぱりね、すごく夢が大きいんだけど、コードまだ書けないとか、そういう未完成の部分すごく多いんですよ。その時に常に言うのが、はい、僕にでもちゃんと理解できるように、目標を作りましょうと。はい、だから別に完成しなくてもよくて、何をやりたいかっていうのがちゃんと見えればいいんだと。はい、さえ作ってしまえば、それに共感してくれたり、その夢、将来に投資する、自分を投資するっていう人も出てくるはずだから、やろうねっていうのをよく言うんですよね。うん、
ね。うん、そういう意味でもう成功法なんじゃないですか。うんうん、あとはなんか、うん、エンジニア時代を雇うって決めるとあまりなんかうまくいかなくて、共感者をなんですかね、自分に共感する人を集めるっていう感じになっちゃうんですかね。うん、それいいと思いますね。その中の一人が、まあ、たくさん要する中で一人がエンジニアさんっていうイメージ、うんうん、なるほど。ありがとうございます。あっという間にですね、もう時間が来てしまってですね、本当は石川さんからお二人に質問とかっていうのをしたいなと思ったんですけども、なんか石川さんからお聞きしたいことがあれば。あ、じゃあ1個だけ。まだ全然大丈夫ですよ。大丈夫なんですか。あ、1個だけ、2人目のエンジニア2人目の、に入っていただくときって どんな感じだったのかなっていうか、これが大変だったとか、なんかお聞きできたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。まあ、一緒に立ち上げた感は2人ともあると思うんですけども、うん、一緒に立ち上げたメンバーとの、まあ、その慣れ初め慣れ初めというかそのあとで最初のなんかコアメンバーから、じゃ あの2人目っていうか、その1人増やす、次の外、はい、そこです、ね、からで、はいはいはい、そこにしましょうか。はい、じゃあ、橋本さんから。そうですね、そこは僕らうまくできたかどうかはまだ分かんないんですけど、だいたいこのなんていうんですかね、自分たちよりなんていう、育てたい人を採用しちゃうケースが結構あるんですけど、まずは最初は自分たちを育ててくれる人をどんどん採用した方がいい気がしてて、でそこで難しいのが、一番最初の人とか2番目、まあ最初のコアメンバーの人たちって抜かれる運命にあるんですよ。うん、そうですよね、そうですよね、はい、残念ながら僕もね、エンジニアとしては完全に今の人たちから抜かれてるし、そのそこでその既存のメンバーも合わせて、その自分たちが採用した人たちに追いついていけるように頑張っていくか、もしくは、あの別の強みを見つけて、なんていうんですかね、ダークサイドに持ちないようにするように。うん、なるほどですね。やっぱり自分たちを育ててくれるすごい人をどんどん採用していくので、折れちゃうんですよね、あの既存メンバーって、うん、コアメンバーって。なるほど。うん、それはもう常に、うん、うちでも今でも自分たちの中で足りない人っていうのをどんどん採用するから、やっぱり既存メンバーは自分の居場所がなくなる恐怖みたいなのがあったりとかするかもしれないですけど、そこはもう心強くというか自分たちは今までやってきたという誇りと、あんまりそれを誇りを押し付けない態度とか、そういうの、そこら辺結構すごく難しいとは思うんですけど、そういったところへのサポートとかもやっぱりすることはされてるんですね。いや、特にそうですね、頑張れみたいな感じ。いや、頑張れとは思う、もちろんそうだけど、頑張れって言ってもね、頑張るのは本人だし。まあまあ、そうですね。よくある水飲み場に馬は連れて行けるけど、水飲み場に馬次第っていうやつ。まあ、そうですね。確かに。なので、うん、やっぱり成長方向に行く企業っていうのは、新しく採用する人、次の人っていうのは、今のメンバーを引き伸ばしてくれる人っていうのを選んでいった方がいいとは思うので。なるほど。はい。それはまあ、技術面であったりとか、人間性だとか、いろんな方向性で自分たちを伸ばしてくれる人っていう意味で。うん、っていうことですね。うん、はありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、小島さん。僕らは、うん、最初だから2人で始めたって言ってましたけど、でも、はい、意外と結構一緒にやってる人がいたんです。うんうんうん、まあ、はい、フランスだったり契約みたいなアルバイトとか、はい、最初の1年目ぐらいは
4人ぐらいでこうまとまってたんですよね。はい。けど、あの、やっぱり芦間さんと一緒で、自分たちをこうさらにこう伸ばしてくれるだったり、自分たちが持ってないものを補うっていう考え方で、うん、人を入れたいって思ったんですよね。うん、はい。こうやって人をこう入れていってるのはやっぱ僕らもです。ただ僕らの場合って、うん、僕の思考がそうかもしれないんです。あんまりスタートアップであったり、あの起業家の思考としてはよろしくないかもしれないですけど、できなければ、まあ、頑張って自分でできるようにするみたいな結構あってだから結構自分たちでできちゃうんですよ、うんうんうん、それも自覚としてみんなあるんですよ。なるほど。そうそう、だからね、僕らはコアメンバーに続くメンバーの採用っていうか、あの入社の時に一番大事にしたのはらしさでしたね。は、うん、弊社、うちのオルタブースという会社の中にいても、うん、何の違和感もない人たちっていうのをすごい意識しました。だからさっきも言いましたけど、僕らって何かこう面接して採用って保存してないんですよ、うん、ほとんどリファラル採用で、うん、でその出会いはほとんどコミュニティです、僕らは、うん、うん、まあ、僕がコミュニティをやっているっていうのもあるんですけど、うん、コミュニティがお互いをしているわけじゃなくて、自然と集まる、うん、あるじゃないですか、コミュニティの中で仲いい人たちが自然と集まるって、それがうちの会社なんですよね、うん、だから自然と集まる、で自然と集まるから自然とこうつながりがあるんだけど、会社になるとなかなかそれじゃ難しいから、明確なつながりをやっぱ作っていく、うん、明確なつながりの中に利害関係も当然出てくるわけなんですけど、その利害関係も含めて、あのちゃんと理解して、うん、会社の一員、まあ、そのチームの一員として動ける人っていうのが僕らの採用条件です。だからその初期メンバーじゃなくて次のメンバーはもちろん橋本さんがおっしゃるようにすごく引っ張ってくれる人にするべきだとは思うんです、思うんですけど、あのそ僕らはそれに加えて、あの、うん、うちの会社のその組織文化に馴染む人っていうのを、うんうん、考えてやってる。だからお断りしてる方が多いです、はっきり言って。入りたい入りたいって言っていただくんですけど、なかなかやっぱりうちだとうまくいかないんじゃないかなっていうのも結構あったりして、うん、お断りするパターンが、まあ、逆に僕から声をかけて、うちに入ったらあんたもっと伸びるよみたいな感じで、はい、あの入る時のが多いです。うん、あ、なるほど、ね。そうですね。ありがとうございます。そうですね。まあ今お二人お話しされていたこと以外にもいろいろと、なんていうんですかね、気にかけている点とかポイントとかあるとは思うんですけども、まあ時間の都合上今のポイントだけ、ということに、なるかと思いますが、石川さん参考になりましたでしょうか。はい、めちゃくちゃなりました。はい、ありがとうございます。今日あの二人方ともともどちらかというと結構真面目に答えていただいてるんで良かったです。良かったです。良かったです。はい。では、はい。いつも真面目ですよ。いつも真面目。いやいやいや。今一瞬始まったら画面から消えてましたからね。あれだけ。あれだけ真ん中にいないと映りませんよ。まあ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 、そういうの、まあ全然面白いんで。はい。はい。では、ちょっと時間もなったので、これで締めさせてもらいたいと思います。まあ、皆さん、あの、今日お聞きの皆様方は、参考になったかと思いますので、ぜひ、あの今後の活動に、生かしていただければなと思います。まあ、また迷いましたら、このお三方は、まあ、同じ福岡っていう土地でいますので、まあ、福岡にいらっしゃる方で見られている方になっちゃうんですけども、またこうお会いできるしたとき、まあ、今なかなか難しい状況ではありますけども、相談など、声かけなどしてみてもいいんじゃないかなと思いますので、引き続き、お三方も含
含めましてよろしくお願いします。はい、ではアンケートの方はですね、 YouTube とあとフェイサーカフェノさんの、Facebook ライブの、Facebook のページんかな、 Facebook ライブページにもなんかアンケートを用意されているそうですので、ぜひご協力いただければと思います。はい、はい、ではお三方お忙しい中今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、最後のイベント最後のセッションとしていい締めくくりと顔のドアップが来たのでよかったなと思います。はい、では、お聞きの皆さんも、長い時間長い日数ありがとうございました。これで全部すべて終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎日